はい。皆さん、こんにちは。今回はこちらとなります。司法書士はじめの一歩トピック15、脅されてした契約を守らなきゃいけないの。今回は脅迫について少しお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、今日も始まりました。初めの一歩ですね。楽しんでやっていきましょう。えー、前回はですね、詐欺だったんですけれども、今回は脅迫といってね、え、相手方を脅すとか、脅すというちょっと物騒なね、言葉が出てくる事例のところが、え、今回学ぶ脅迫というものであります。では、早速、具体例のところ、事例のところね、見ていきましょう。え、画面を見てください。繰り返しました。なんか殴られてますけどね、ちょっと気にしないでください。まあ、どうしても目が、 図にね、目がいっちゃうんですけど、ね、事例書に見ていきますよ。A は、B に、お前の持ってる車を5万円で売れと、俺に売れと、脅かされ、脅され、泣く泣く車を売ってしまいました。A は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。右の図をここで見てください。まあ、すでに図しかね、目に貼れないと思うんですけどね。A が売り主で、B が買い主です。で、B がですね、なんか俺、手ですね、パンチをしまして、ボコボコにしてですね、お前の売 持ってる車を5万円で売れと。まあ、この A の車が例えば100万円だとしましょうか。100万円の価値があるのにもかかわらずですね、こう、脅してですね、5万円で売れと言ってしまった。例としてはですね、ひーということで、やめてよということで、売ります売りますというふうに、売買契約を締結してしまったということですね。で、この場合に A は売ってしまったんだけれども、どうにか車とかね、この売買契約をなかったことにしたいわけです、ね。それが可能なのかどうかってことを見ていきましょう。で、結論から言っちゃいます。これは可能です。で、画面のところ注目していただいて、 この、飼い主のところでね、この場合については、脅迫を理由に取り消すことができますので、A は泣き寝入りする必要はないということになります。で、これも、ここでね、大事な話を言いますので、これを覚えていただきたいんですが、取り消すことができます。それは何がいいかっていうと、右側の参考条文見てください。9 6条のところね。 前回やった詐欺と一緒でしたね。思い出してください。復習です。詐欺と脅迫による意思表示は取り消すことができる。で、またね、詐欺と一緒で第三者が出てくる類型があるんですよ。それをまたね、後でやっていきますので、今は当事者同士 AB 間の話で言うと、今回 A は取り消すことができるということになります。よろしいでしょうか。では、意義のところね、脅迫って何っていうことをちょっと確認しておきましょうか。脅迫とは、 相手方に恐怖を生じさせ、それによって意思表示をさせることを言います。例えば、上記の事例のように脅されて契約を締結するような場面です。まあ、わかりやすいですよね、脅迫っていうのは詐欺と一緒ねでね。脅迫によって意思表示も、これを覚えてね、詐欺と同様に取り消すことができます。で、次が大事です。なんで大事かっていうと、詐欺と違いが出てくるところだからです。 一方、詐欺とは異なり、第三者による脅迫によって症状した場合、これね、第三者の脅迫っていう事例があるんですね。これ前回結構時間かけてやったの覚えてます詐欺の場合についても当事者同士の話だけじゃなくて、第三者が詐欺を行ったケースもありましたよね。これ同じようなことがあり得ます。それを第三者の脅迫なんですね。 で、結論が詐欺とは違ってきておりまして、取引の相手方がその脅迫の事実について全員無回すであったとしても取り消すことができるっていうことですね。ここはね、後でちょっとまた図をお見せしますので、ゆっくりやっていきましょう。そのため、第96条2項には詐欺のみが挙げられ、脅迫についての記載がありません。今読んだところは別に気にしなくて OK です。このアンダーバー引いたところだけ押さえておいてくださいね。で、趣旨のところです。脅迫による使用時は詐欺による使用と同様に、 脅された憑依者の保護を図る必要があるわけですよね。この画面で言うと A さんの保護を図らないといけないわけであります。なので取り消すことができます。無効ではないので注意しましょうで。また第三者の脅迫については、脅迫の被害者は詐欺の被害者に比べて落ち度が少ないので、詐欺の場合のように取り消しを制限する規定はありません。ちょっと小難しく聞こえると思いますけれども、ここ結構大事なんです。あの、詐欺と脅迫で、 何が違うかっていうことで、当然ね、騙されたっていうのと脅されたっていうのは全然違うんだけれども、その時に、被害者の落ち度をちょっと考えてみましょうか。例えばね、私が、このカバン高級ブランドですよって言われて買ってしまった。騙されて買ってしまった時に、じゃあ、私に落ち度が全くないのかっていうと、多少あるかもしれませんよね。私はもっと調べれば、偽物だって分かったかもしれない。そういったことはあり得ますよね。 で、しかし、脅迫ってどうでしょうか私がなんかこう、脅されて、これを買えとかね、あれを売れとかいうふうに言われてしまった。で、私は仕方なく意思表示をしてしまった場合に、私に何か落ち度があるのかっていうと、これは詐欺に比べて少ないわけですよね。そのことを言ってるわけであります。よろしいでしょうかそれが脅迫の被害者は、詐欺の被害者に比べて落ち度が少ないっていう意味なんですね。よろしいでしょうかで、ここまで押さえていただいたら、まずはね、この問題の答えのところを一緒に見ちゃいましょうか。 いきますよ。この問題の答えってこの事例ですよ。ね、このね。この、この人か。まあ、まあいいや。その、回答のところを見ていきますと、A は B の脅迫の手って少女したことになるので、車の売買契約を取り消すことができます。これによって B から車を返してもらうことができます。しかし、ここで押さえていただきたいのはあくまでも AB 化の話です。これ大丈夫ですね。AB 化の話です。では、いきますよ。第三者が出てくる話。第三者が出てくる話ってのはどういうことかというと、 箱物のところですね。A が B に脅迫されて、A 醤油行動所有のコート値を全員かつ無価値である C に売却した。C さんという第三者が出てきますよね。よろしいでしょうか。で、A は AC 間の売買契約を脅迫を理由として取り消すことができない。で、これって誰が脅迫をしているのかっていうことで、ちょっとこの画面でまたね、イメージを沸かせてください。これ、B が脅迫者で、 第三者によって脅迫した上で A が C に対して売買契約をしました。で、もっと具体的に言っちゃうと、例えば A さんがこの土地を持ってるとしましょうか。で、B がこの土地を C に売れというふうに何か暴行を加えたりとかね。まあ、要するに何でもいいんですけど、脅迫をして売らせたとします。で、その時に、これ大事ですから、ここから集中して聞いてください。そして覚えてください。この時に C が 善意無過失だったとしても、A は取り消しすることができるんです。ここ重要ですよ。値段で重要か。詐欺って C が第三者の詐欺の場合は、C が善意無過失だったら A は取り消せなかったの覚えてますこれね、前回のちょっと画面をお見せしますので、これと比較してみましょうか。はい、この画面見てください。B が詐欺者です。で、この土地を C に売るということでね、第三者の詐欺で A がこの土地を C に売ってしまいました。で、この時に C が全員無過失だったら A は取り消しできなかったですよね。覚えてますこれ大事ですよって言った話です。しかし、今回の脅迫の事例では、たとえ C が全員無過失であったとしても取り消しできます。なぜか、そこがさっきの話で、ここでもう読めると思います。いきますよ。 第三者による脅迫については、脅迫の被害者は詐欺の被害者に比べて落ち度が少ないわけですよね。なので、詐欺の場合のように取り消しを制限する規定はありません。もっと簡単に言っちゃうと、第三者が全員無過失であったとしても、その被害者を保護する必要性の方が強いので、取り消すことができるということになります。そうすると、この問題の答えとしては、 C は全員無回数だけれども AC 下の売買系を脅迫理由として取り消すことができますので、この問題については、バスということです。もう大丈夫だと思うのは皆さんならね、第三者による脅迫の場合、取引の相手方が全員無関心だっても取り消すことができるということになります。で、このように、詐欺との比較として問題が出されることも多いので、第三者が出てきたような場合ですね、第三者が詐欺を行った類型っていうのを、しっかりと知識を 比べて比較して抑えておきましょう。以上であります。では錯誤詐欺脅迫のところですね。で特に錯誤がよく出ます。でその次に詐欺で,で詐欺とセットで脅迫とかも出されますので今回のところでトピック12、13、14っていうところですね。あごめんなさい13、14、15ですね。ここのところ削語脅迫詐欺 脅迫についてはしっかりとねえどういう話なのかってことを思い浮かべながらえ大事だってことを意識しながら勉強なさっていただくとよろしいかなというふうに思いますではですね今回の始めの一歩はこれで終わりますまた、あ、お会いしましょうお疲れ様でした